名古屋の時はね、完全にね、いやなんかこれは、健太さんと1年やってるし、健太さんのなんか、うわ、これが強さなのかなって、正直ね、思っちゃった。なんかそれだけじゃ片付けられないけど、試合やりながら、まあ1点目は、あれ、健介くんのニアのフリックなんですよね。で、あれはもうチームでずっと言ってたの。健介くんはああやってニアのフリックとかソラッシュとか上手いから、あれだけは気をつけようって言ってて、それをやられて、まあもうね、あれはちょっとね、結構みんな、いやだから言ったじゃんみたいになってたけど、1点追いついたじゃないですか、ヤス君のゴールで。あれ、あの後の時間10分ぐらいはもうずっと攻めてたし、あそこで点が取れなかったから、なんでだろうってなって、やっぱ大胆さが足りないっていう、多分そこだと思うんですよね。あ、ゴーシーズン終わった感じしないね。でもね、なんかね、俺わかんないけど、結構ね疲れきたよ。こんな時間まで俺寝てるとかあんまないからね。昼寝してこの時間まで寝てたっていう確かにね、終わった感じしないよね。なんか実感ないね。